この時間は北海道コンサドーレ札幌対湘南ベルマーレ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。サポーターの熱気をダイレクトに感じるこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。今日の現地の天候は晴れです。いいコンディションの中、両陣営このゲームに挑みます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、352のシステムでチームはこう来ているようなんですが、はい、これボランチはどう見ればいいんでしょうか。ボランチはかなりカバーリングとしては必要になりますよ ね、まあ、サイドがどうしても上がっていくので、サイドのオープンになったスペースをカバーしなければいけない、はい、でなおかつ3バックの引っ張られたところのスペースに戻らなければいけないということがあるので、穴を埋めたりとかスペースを埋めたりとかっていう役割が増えてくるので、かなり活用量が多くなりますよね。かなり負担と、そして戦術が、そうですね、はい、まあ、状況を見極められないとこのポジションはできないと思いますからね、うん、このボランチがかなり守備のところでは大きな役割になっていると思いますよね、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。北海道コンサドーレ札幌対湘南ベルマーレ、エキシビションマッチです。まあ、序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。まずはこのゲームの立ち上がりです。小林、ルーカス・フェルナンデス、浅野、ここは間合いを取る、ロングボールで展開、リターンから中央、守備陣クリアの対応です。ここは奪います、浅野、ルーカス・フェルナンデス、サイドチェンジ、こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。サイドを使います、浅野、サイドへ、立ち上がり様子を見ている感じですかね。あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。中央へ、タイミング合いませんでしたね。縦へ送る、ルーカス・フェルナンデス、小野瀬、さあここでカウンター、中野、インターセプト、浅野、両チームファーストハーフここまでまだスコアレスの展開です。いけるか、いいプレッシャーです。キム・ミンテ、これはファールです。北海道コンサドーレ札幌対湘南ベルマーレ、エキシビションマッチです。まあ、序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。まずはこのゲームの立ち上がりです。小林、ルーカス・フェルナンデス、浅野、ここは間合いを取る、ロングボールで展開、リターンから中央、守備陣クリアの対応です。ここは奪います、浅野、ルーカス・フェルナンデス、サイドチェンジ、こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。サイドを使います、
浅野サイドへ。立ち上がり様子を見ている感じですかね。あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。中央へ。タイミング合いませんでしたね。縦へ送る。ルーカス・フェルナンデス。オノセ。さあここでカウンター。中野インターセプト。浅野。両チームファーストハーフここまでまだスコアレスの展開です。いけるか。いいプレッシャーです。キム・ミンテ。これはファールです。サイドチェンジ。こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。サイドを使います。浅野サイドへ。立ち上がり様子を見ている感じですかね。あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。中央へ。タイミング合いませんでしたね。縦へ送る。ルーカス・フェルナンデス。オノセ。さあここでカウンター。中野インターセプト。浅野。両チームファーストハーフここまでまだスコアレスの展開です。いけるか。いいプレッシャーです。キム・ミンテ。これはファールです。チャンス。大橋。さあ左へ預けて。上げてくる。これは直接キーパーへ。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半0対0。